なんでな、めっちゃ長い毛生えとるやんみたいな。おすすめしな、単なる目の錯覚。そうなんですよ。男女間には大事な営みがあるじゃないですか、はい、脱毛したら3日間はやめてください。ダメだって、なんて質問していいか分からなかったけど、ダメなんですよね。そうですよね。じゃあ一人でやっていいかみたいな質問はあるんですけど、例えばバイキンがたくさんいるんですね。洗えても残ってたりとか。でもちゃんと石鹸で洗ってる人ってどれぐらいいますかって話なんですよ。みんななんかちょってこう水だけで洗ったりとか、石鹸つけても5秒ぐらい洗い流したり。ちゃんとバイキンを退治するには30秒以上洗って、爪ブラシでこうやったりとかないですか。爪ブラシ、そんなことやってる人っていないですよ。いない。なので手にはバイキンがたくさんいるんです。バイキンだらけの手で開いた状態の毛穴のところを触ってみて、バイキン入りますよね。炎症きますよね。そういうことです。3日間ぐらいは我慢してください。汗をかくと雑菌で繁殖するんです。なのでサウナ行ったりとか運動したりとか、そういうことも禁止してます。安静にしててください。あとお湯船もすごくバイキンがたくさん。ちょっと待って、お風呂もダメでも清潔にはしろ。シャワーは大丈夫。お風呂はダメで、シャワーは OK。 プールとか海とかスパとか、そういうのダメ。VIO じゃないところのワックス脱毛をやってる時もお風呂とかはダメだってことですね。はい、3日間やめてください。ワックス脱毛した後ってその後にフラッシュ脱毛、光脱毛、レーザー脱毛やってもいいのかどうか。今はやってもいいと言われてる脱毛器もあるみたいなんですけど、はい、一般的に光脱毛、美容脱毛とかっていうのは毛の毛根の部分に作用させるんです。ワックス脱毛しちゃうと毛根が抜いちゃうわけですから、もう何もない状態になっちゃうんですよ、はい、その状態で当てたって何の意味もなくなってしまうので、併用はおすすめしないです。日焼けしてる人、ゴリゴリに焼けてる人、光脱毛とかフラッシュ脱毛って厳しいですね。ワックス脱毛はどうなんですか。ワックス脱毛大丈夫です。日焼け直後でもう真っ赤に炎症起きてるとかっていう状態でなければ、もう肌の色が黒くてもできます。ワックス脱毛も本当に肌の色問わないので、黒人さん白人さんも毛の色も白髪で産毛も取れますし、何でも対応できます。何でも対応、それは魅力です。毎日毛を剃ってるところとか、なんかケア方法とか教えてほしい。剃ると皮膚を削ってる行為になるので、肌にとても負担がかかってるんです。ひげはしょうがない人もいると思うんですけど、できれば医療脱毛とかおすすめしたいし、剃ってるとやっぱりどんどん肌が硬くなってきちゃったりとかもするので、あんまり私はカミソリは好きではなくて、切るのであればちょっと頑張って伸ばしてワックスしてほしい。剃り続けると肌硬くなる。硬くなりますね。炎症もできますね。ボツボツしてきちゃったりとか、まあ、手軽ですけど肌の炎症のリスクもあるし、すぐに入ってきちゃうので。ワックス脱毛をやった後のケア方法ですね。ワックス脱毛は古い角質も取れて綺麗な肌になりますよってお話ししたんですけど、古い角質が取れるっていうことは一番上の角質を取ってるわけなので、水分が蒸発しやすくなるんですね。乾燥しやすくなるんですよ。なのでもう本当に保湿をこまめにやってほしいです。どれくらいのペースで最低朝晩は塗ってほしいです。保湿クリームを。保湿クリーム、それ何でもいいの。腕とか体だったら市販のものってボディミルクだったりとかボディクリームでもいいんですけど、アンダーはアンダー専用のものを使ってほしいなと思います。アンダー専用のものって売ってるんですか。売ってます。それはどこにでも。あんまり薬局とかでは見たことがないので、うちみたいな脱毛サロンさんで買うのが一番いいかなって思います。何か違うんですよ、そのアンダー用の保湿クリーム。違います。毛穴を草が詰まらないようになってます、アンダー用のクリームは。ので、うん、それニキビとか炎症が起きにくい、はい、安心して使えるってことです。そのクリームがあったら別にアンダーとかじゃなくても。あ、全部使えますっていうことですよね。それ1個買っていただければ全身に使えるんで、はい、なんかそんなじゃあアンダーこれ買って、じゃあ体よりこれ買ってっていうのをしなくても大丈夫。ドラッグストアで売ってるような保湿クリームよりも毛が抜けてる人専用の毛穴を埋めないクリームを買ってねと、はい、それが薬局とかには売ってないからサロンで買ってほしいということですね、はい、で朝晩濡れと。朝晩濡れ、その抜いたところをね。晩はお風呂の後とか。お風呂の後にいくらぐらいするんですか。大体2000円から4000円とか。何日ぐらい使う。100ミリぐらいのものですと大体目安30日。次の来店の時ぐらいまでは使えるってやつです。そうです。ちなみに先生、そのクリームを使ってらっしゃる。
使ってます。それ以外になんか これ使ってます。先生それ出して早く。これですね。これです。もう僕もこれなんじゃねえかなと思ってたんですけど、これですよ。使ってます。やっぱりね、これらしいですね。市販では売ってないサロン専売品なので、薬局とか、うん、あの巷には出回ってないです。出回ってない。ネットとかでも出回ってない。ネットとかでもネットで出回ってないから。でこれ扱えるサロンも限られてます。うちで使ってるワックスのメーカーから出てるクリームで、保湿もそうなんですけど、脱毛後の肌の炎症を鎮めてくれる効果もあります。すごくおすすめです。ベタつかないんです。塗ってもすぐあの肌に浸透してプルプルにプリプリの肌にしてくれるので、すごくお気に入りです。匂いもすごくいいです。どんな匂いしてるんですそれ。すごくいいです。うん、男性でも全然大丈夫。そんなにきつくなくて、香水みたいにきついものでもなく、うん、闇のない匂い。そうです。先生それ以外に何かやってることとかあれば。あとはアンダー専用のソープで洗ってます。ソープ、はい、体を洗うソープっていうイメージですか。ボディーソープでは絶対に洗ってはいけません。えアンダー用のソープっていうのがあるんです。で体洗うときはボディーソープ。ボディーソープ、うん、じゃあね。で下半身洗うときはこちらを使います。男の人もってことでしょ。使って大丈夫、はい、特に女性は粘膜ですから、ボディーソープは強すぎるんです。洗浄力がトラブルの原因になります。アンダー用のソープっていうのは、女性だと織物とか経血とかタンパク質汚れを落としてくれる、匂いをも取ってくれます。汚れを落として匂いも取ってくれる。あの膣の中のペーハーっていうのいい菌と悪い菌がいるんですよ、はい、膣の中に。ペーハーバランスも崩さずに、菌のバランスも崩さずに洗ってあげてくれるので、トラブルが起きにくいです、ね、これで洗ってお風呂出たらこれで保湿です。アンダーってボディーソープで 洗うものじゃないんですよ。髪の毛ってシャンプーですよね。顔って洗顔で洗います。体はボディーソープで、アンダーはみたいなっていうことなんです。アンダーはボディーソープじゃないんです。アンダー用のソープなんです。へ、もう結構当たり前になってきてると思いますね。 CM でもやってますし。じゃあ普通に市販でも売ってる。売ってます。薬局でも売ってますし、これは薬局で売ってます。5回とにかく保湿。フリパン、